こんにちは、美味しいものが食べたい、よしです。今日もね、オートミールシリーズやりますよ。今日はね、韓国風で、ちょっと辛い、ピリッとしたね、オートミールを作っていきたいと思います。ほんなら、いこみやか。はい、材料の説明なんですけどもね、今日の主役はこちらですね、キムチ、それから豚肉、もちろんこんなにはいりませんのでね、それから豆腐、刻みネギ、あとは卵で、こちらね、おなじみの、オートミールですね。はい、そして調味料の方なんですが、酒、それから醤油、あとはね、今日これ、鶏ガラスープの素というのを使っていきましょう。はい、コチュジャンでしょ、それから、刻み生姜と刻みニンニク、この辺を使って、作っていきたいと思いますよ。はい、材料の切り出しの前にね、先にやっておきたいことがあります。これが、オートミール、30g に対してね、水が 300cc 入っています。先にこれをね、鍋の中に入れてふやかしておきましょう。はい、それではね、豚肉なんですが、まあ適当な食べやすい大きさにね、切って、あんまり細かく切っちゃうとね、存在感がなくなっちゃいますから、まあ大体こんなもんでしょうね、4、5センチぐらい、あとは豆腐ですね。お豆腐もね、どうでしょう、こんな感じでいいんじゃないでしょうかね。はい、ではね、鍋の、オートミール、火をつけていきます。ちょっとね、弱火でゆっくり、ふやかしていきましょう。で、その間にね、こちらで、調味料の方を合わせていきます。はい、コチュジャンですが、これが大さじ2分の1杯入れましょう。そしてガラスープが、小さじ1杯、もうこの中入れちゃいますね。続きましてお醤油も小さじ1杯入れましょう。お酒が大さじ1杯です。ではこれをね、溶かしておきましょう。はい、こちらの方がね、沸騰してまいりましたので、まずはお肉入れちゃいましょうかね。キムチですね。はい、先ほどのね、合わせ調味料を入れていきます。はい、ちょっとね、味見してみますね。完璧ですね。はい、じゃあね、味が決まってしまえばもう豆腐入れちゃいましょう。豆腐先に入れちゃってからかき混ぜると、豆腐がぐちゃぐちゃになってね、あんまりビジュアル的によろしくないので、豆腐はね、全部が決まった後に入れた方がいいですね。はい、ではね、水分がだいぶ飛んできたところで、溶き卵を入れていきます。
はい、もうね卵は余熱で火を通す感じで、もう火を消してしまいましょう。さあ盛り付けていきますよ。はい、ではね、盛り付けていきます。盛り付けるって言ってもね、これ丼に移すだけなんですけどね。ああ結構ボリュームありますね。はい、ではここにね、刻みネギを入れていきましょう。今ふと思ったんですけどもね、ごま油入れたら美味しいような気がしますね。ちょっと上から垂らしてみましょうか。小さじ2分の1ぐらい入れてきました。はい、ではね、韓国風オートミール完成です。はい、じゃあね早速食べてみたいと思いますよ。それにしても朝からこのボリュームってどうなんでしょうね。いただきます。何これ、めっちゃんこみやで完成。あっつ、うん、めちゃめちゃうみや。毎回言うんですけどもね、こうやってアレンジしたオートミールに対してね、オートミール感ゼロとかって言うんですけど、オートミール好きな人にはちょっと失礼な話ですよねこれ。でもね、オートミール苦手な僕が、苦手だったと言った方がいいでしょうね、今じゃ大好きですよ。苦手だった僕がね、こうもうめちゃめちゃ美味しいっていうぐらいですから。あ、そうそう、刻みニンニクと刻み生姜って材料説明のところに言いましたけども、入れるの忘れちゃいましたねでもね、なくてよかったかもしれないです。これ朝食っていう風に考えるとニンニクはやっぱり避けたいですもんね。これめちゃめちゃ美味しいです。辛いものがね好きなんだけど苦手なんですよ。汗がすごく出るんです。もう今日は初めからね用意しておきました。美味しいもん食べてる時って本当に幸せですよね。美味しかった。今日使った調味料の中でコチュジャンっていうのがあったんですけども、これ今日はリキンキというメーカーのものを使ったんですけど、リキンキねちょっと辛いですね。他のメーカーで大手って言ったらあれですけど、
あの有機っていうところから出てるコチュジャンもあるんですけども、有機の方はねそんなに辛いことない、むしろな甘いんですけどね、リキンキの方はちょっと辛いですのでね、僕みたいに苦手な人はちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。もうね汗が止まらないですよね。あの朝からどうなんでしょう、新陳代謝が上がるからいいことかもしれないですけどね。あのただ、一度ねこれ召し上がった後にお出かけ前にシャワー浴びることをお勧めしますよ。汗かくの僕ぐらいなもんかもしれないですけどね。まあ、あの調味料っていうのは全部あのメーカーによってね、あのさっきの話戻りますけども、あのまちまちですのでね、必ずあのペロッとこう味見をしていただいて、それから使っていただくといいと思うんですね。あのまあまあ料理のコツっていうのはそこかもしれないですね。やっぱりあの僕らあの常にあの料理人っていうのはねつまみ食いをしてるんですけども、全て伊達につまみ食いをしてるわけではなくて、あの素材の味とかね調味料の味を確かめてるっていうところがありますんでね。同じ味噌でも、開封してから1ヶ月経つと全然味が変わりますんでね、そんなようなことも必要かなと思っています。はい、いいなと思っていただけたらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。